はーい、こんにちは。コズミックヒーラーのちかです。私は昨日からフランスに実は来ています。私のパートナーのゆうちゃんです。こんにちは。かわいいゆうちゃんです。今日はさっき実はスーパーに行ってきて、でね、そこでね、こんなものを見つけました。これ、皆さん何かわかりますか？ねえ、これ何？匂ってみて。匂いないよね、何もね。ちょっとあるよ。ある？確かにちょっとあるね。でも、これ、実は生のアーモンドなんです。ね、アーモンドが中に入ってるの。ね、アーモンドってフランス語でなんて言う？アモンド。アモンド。アモンド。アモンドですって。アモンド。アモンド。そうだね。フランス語ね、私がね、発音すると、発音が悪いらしくって、ね、みたいな顔されるの。でね、何度も教えてくれるんだけど、私の耳にはどうしてもその違いがね、聞き取れないんです。ね、もうね、メルシーとか、メルシー言って。メッシー。メッシー。ダメ。ね、ありがとうすら、言えない。もう一回言って。メッシー。メッシー。もうね、フランス語は難しいです。じゃあ、この、アーモンドを割ってみたいと思います。これめっちゃ硬いやん。うん。そうそうそう。それそう、それそういう感じ。おう！そう。うん。おー！でもそれそ、外側だけだから中の。ちょっと。中のやつはもっといかないとダメ。ちょっと何これ。外側。すごい。中。中すごい、こんな初めて見た。見て。なんか、梅干しの種みたいだよね。うん。おその中。そうそうそう。うん。この中の硬い殻っていうの。これすっごい硬いじゃん。じゃあこれ、もっと力入れて。手気をつけて。いや、取れない。とりあえず外じゃ、取っちゃってからの方がいいかな。うん。アーモンドってこんな手間かかってんだね。これでやっと一粒ね。なんか値段が高い理由がわかる気がしますね、これ。あ、しまった。そうそうそう、もっと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 。そうそうそう。そしたらパカッとなるから。オッケー。結構大変。いったんじゃないの？まだ割れない。あ、割れた。割れた。どう？見てください、見せて、これに見せて、見せて。はい、これアーモンドの中です。それの外の薄い皮を、薄皮を取ると本物の食べられるところが出てくる。それ剥いてごらん、ゆうちゃん。まだ薄皮の状態で、そうそうそう、それ剥いて剥いて、そう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 、そういうこと、そういうこと。わー、見てください、これ中真っ白なんですよね。わーお。ってことはさ、ローストしてあるさ、アーモンドってさ、今ごと、そういうことだと思う。ローストしてるってことだよね。うんうん、そう思う。茶色いやつね。ね。見てください。綺麗な真っ白なアーモンド、生のアーモンドです。じゃあ、これを食べてみます。はい、ちょっと。はい、終わって。はい、食べてみて。食べて食べて。はーい、あーん。何の味がするこれ。なんかいわゆる私たちが知ってるアーモンドとは味違うよね。うん、なんか梅干しの種の中身食べてるような感じじゃない？うん、ねえ、うん、なんかね、本当のアーモンド、なんかサクサクしてるよね。うん、な、でも本当そんな感じ。なんか梅干しの種の中身を割って食べるときに、中取り出すとサクサクしてるじゃないですか。あんな感じなんだよね。ね。うん。
なんか皮のちっちゃい皮を食べる時のお目ぶしの、どういうこと？種天神様でしょ、天神様の味だね。天神様はしょっぱいけどね。まあそんなわけで生のアーモンド、初体験でした。